ドアップになってベイクドポテトをいてててて食べるっていうね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで一応材料とか集まったと思うんやけど、あと必要なもの何があった？とりあえず絨毯、うん、絨毯私入れんかったっけ？足りてないんかな。で、はい、ステンドグラス。あ、よかった、ガラスあれで足りとった。ちょっと作ってみたけど足りてなかったらどうしようってめっちゃ思いよったんよね。はい、そして祭壇。あとはもう必要なものない？オッケー、うん、オッケーっぽいね。あれ、あれが、あのもう一個なんか引き受け取ったやん、教会と。あれあれあれ、打ち上げ放題。ちょ待って、城の壁がない。はいはい、城の壁がない、マジで。いや、ちょっと待って、え、城の壁どんだけないの？城の壁、城の壁とりあえず作っとくけどさ、どんだけ足りないの？まあ、とりあえず置きに行きますかね。よいしょ。打ち上げ放題どこで作るの？ちょっと待って、とりあえずこの辺置いとくね。あ、違う違うこの辺入れておくね。はい、絨毯。あれ、祭壇は？祭壇、ステンドグラス、祭壇で、あと城の壁。うん、あ、城の壁私結構持っとったの。あ、待って、ベイクドポテトそんなとこに置いとったら、とりあえずこれで、え、これで全部かな、足りた。あと他に必要なものあった？ステンドグラスがないぜ。ステンドグラスとりあえず置いたよ。あとはこれも絨毯の階段。え、絨毯の階段もそう？わからんけど。これは違うか。違うか。とりあえず入れとくね。で、打ち上げ放題は、どこから？え、普通にあれで作ったらいいんかな？これで作れる？打ち上げ放題。え、なんだ L の打ち上げ放題って。しかもどこ？しかもどこ？どれ？兵器、これか！打ち上げ放題。え、これ何台いるの？ 1 台？え、でも別にさ、4台ぐらい作っとこや。なんとなく。なんとなく、なんかいっぱい打ち上げれた方がよくない？え、何台？ 3 台か！ 4 台作っちゃったらまあいいや。え、てかどっか、もしかして部屋、崩れた？やめてよ。どっから上がればいいんかな？この辺。あ、あったあったあった。よーし、上がろう。ん？そういえばなんかモンスター来た？あー、なんか来てるわ。なんか来てるっぽいわ。とりあえず。え、これ場所合ってる？ちょ、待って待って、場所合ってる？どこ？ここ？こっち？ここか。なるほど、なるほど。あ、で、これに、何？あの、この間のあの爆弾を入れるってこと？爆弾なんかな、これ。はい、これで打ち上げ放題できたよ。完成。上がってくる、もしかして。いや、別に私が下がるっていうか、私がそっち行ってもいいんやけどね。どうも。おー、なんということじゃろう。打ち上げ放題を作ってくれたのじゃな。これでミトに美しい花火を見せてやれる。勝利の暁には盛大に打ち上げようぞ。まあね、うん、勝利したらね。あゆなよ、城にはまだ我々の勝利を信じきれる者もおるようじゃな。それも無理のないこと。わしらはもう何百年も戦い続けてきた。戦う理由すら忘れてな。何百年？いや、でもあれやろ、代々ってことよね。いつもあるものがなくなるというのは受け入れにくいものじゃ。たとえそれが戦争であってもの。なるほど、ちょっと生きがいがなくなって一気になんかこう弱々しくなってしまう人とか現れそう。しかしわしは戦争を終わらせることが正しいと信じる。必ず教団に勝利しようぞ。もちろん、もちろんそれはね、ちゃんと勝ちましょう。できた？教会まだなん、ちょっと早くしてくれ。
びっくりした、どこに降り立ったんかと思った、一瞬空中って思ってしまったわ。どうできそう？あ、すごい綺麗やん。で、この上の部分とかにはいらんの。お、できた、できたよ教会、小さい教会。いえ、あれ出来上がってないの？ん、なに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 、ほら、まだまだ出来上がってないよ、持ってきよるよ。じゃ足りてない部分があるわけやね。小さいのじゃいかんってことか。あー、まだほら、なんかどんどん上の方とか。なるほど、一応教会としての機能は備わったっていうぐらいかな。ちゃんと足りとるかな。屋根とかまで出来上がったりしてそれはないかな、どうなんやろ。石の階段がない？ちょっと待って、石の階段がい、ちょっと待って、つけるわ私が。はっ、やった最後だけ、最後だけ私が置いたこれで完成だね。イエーイ、階段を1個置いただけやけど、きたきた。おお、なんということでしょう、教会を作ってくださったのですね。これからはこの教会で私が死者への祈りを捧げます。そうすれば城の方々のお気持ちも落ち着き、ものづくりへの感謝も漏れるでしょう。私と祖父はずっとハーゴン教団を信じてきませんでした。信者のふりをして今まで生きてきたんです。しかし私は壊すより作る方が好きです。だから私はあなたを信じます。ありがとう。ところでアイナ様、最近指導様は気が立っているようですが、何かあったのですか？近頃は指導様を恐れる兵士もいるようですが、私はあの方の優しさを知っています。おかしな声に耳を貸すことなく、お二人はどうかいつまでも仲良していてくださいね。そっか、指導のおかげで生き残れたんやっけ、この子は。なるほどなるほど、すごいね。こんな感じ、こんな感じで、お、祈り注ぎ。なに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 、どうした、今度は何？アイナ、デーモン兵団はこれまで開発した魔法兵器をものともせずに進んできた。今度はデーモン兵団を倒す魔法兵器を作り、デジロを強化せねばな。またデジロ強化？そのためにはまた相手の弱点を探る必要がありそうだね。アイナ、君にはまずいつものようにデジロを強化する設計図を書いてほしい。これから開発する対デーモン兵団の魔法兵器を置く場所も設計図に書き込んでくれ。え、次の魔法兵器は何？もうわかるんかな。また基地みたいなとこ行かんといかんのかな。どうなるのどうなるの。まあ一応、あーでも若干また前に出たんかな対デーモン兵団設計図を描いた。あ、またハテナか、やっぱり。ふんふんふん、むむ、あ、どうもいらっしゃい。これは素晴らしい、デジロを強化する設計図が描けたのだな。ふん、今までと同じく設計図のハテナマークの部分が魔法兵器を置く場所というわけだ。デーモン兵団についてはわしに心当たりがなきにしもあらずじゃ。お主たちに情報を伝えよう。わしらはお主たちを待つ間にデジロの設計図を組み上げておく。収納箱に城の壁を入れておいてくれ。あ、城の壁だけでいいんも。いずれにしても設計図は魔法兵器を置かなければ完成しない。また敵の弱点を探しに行かねばな。あ、そういうことね、やっぱり。お、あいなよ、敵地に潜入中にわしが得た情報によれば、氷の塔という場所にとある宝があるらしい。氷の塔にあるお宝か、面白そうじゃないか。あいな、城にこもってないで出かけようぜ。なんでもその宝は強い力を持つ代物のようでな、それがあれば強力な兵器を作れるかもしれん。今回は僕がアイラに同行するよ。どうしても確かめたいことがあるんだ。そうか、では私は城の警護に当たろう。気をつけて行ってきてくれ。氷の塔はムーンペタの東にある海岸を南に進めばたどり着くはずじゃ。道中には猛烈な吹雪が吹く場所があるという。注意して進み、氷の塔を調べてきてくれアイナ、何度も言うが、わしらが建築を進めておけるように素材を収納箱に入れてから出発するんじゃぞ。了解。ということで普通に落ちた。あとどれぐらい必要なの？ちょっと待ってね。なんかめっちゃ持ち運びよるけど、どこ持っていくつもり？なになになに、え？え？
なぜそこにしまったの？何をしているの？ちょっとよくわからないんだけど。とりあえず、あとどれぐらい必要？うん、また結構必要やね。こんなにはいらない。こんなにはいらない。600個、ちょっと待って。600というか、55。よし、これで。とりあえずまた、どっさり入れていくね。で、これが62。はい。あ、暗くなってきた。233。はい。そして、今まだみんな、なんか作ってくれやんかな。あれ？足りない。こんなもん？ 10、18、17、16。よし。さあ、そして、あ、階段が4。はい。階段入っとったような気もするけど。まあまあまあ。あ、入れてないんか、さっき。鉄の城門。あ、また門？めっちゃ頑丈になるね。どんだけ門あるねんって感じやん。何重？そして、あとまだ必要なものある？もうない。あ、ある。6個。はい。なんか思ったよりも材料必要やな。全然城の壁だけじゃないやん。ふざけとん。ふざけてるんですか、ちょっと。じゃあちょっとこのアイテム全部入れとくね。はい。これであと多分、もう、魔法兵器以外、全部完成するはずやけん。じゃあ私はちょっと寝ますね。よいしょ。誰かおる？は、シスターが一人寝ていた。ここ結構音響くね。はい、おはよう。みんないつの間に来たのか知らないけど。あ、もう早速。早速作業に入ってくれよりやん。さあ、それじゃあ。それじゃあ。どこ目的地？みんなご飯タイムなのね。こっちの方向か。え、近いんかなこれ。違う、外に出んかったらダメなんか。近いんすかね。ちょはい、どこ目的地？あ、これデーモン兵団の弱点を探ろう。じゃあちょっと一旦ムーンペタまで飛ぼう。はい、着いたー。で、この近くか。あのまま走って行きよったら全然遠かったね。危ない危ない。何あれ、なんかおるよ。大木槌や。毛皮がない奴らには無理な場所さ。あ、寒いからってこと？ほい。おいらをお散歩中の気のいい大木槌さ。氷の塔が立っている山からここに来たんだ。もし氷の塔に行きたいなら、この道を下ったところにある橋を渡って、海岸を右手に進むといい。でも大丈夫か？お前らみたいに貧相な体じゃ、吹雪で前に進めないし、体力も減るぞ。オイルたち大きずつだって、吹雪の中じゃ生きていけないんだ。雪国を生きられるのは、分厚い毛皮の魔物だけさ。ってことは、あれかい？イエティになればいいってことかな？そういうことじゃないんかな。とりあえずさ、ほら、変化の杖で。いや、痛い！まあ、そこに行くまでは、この格好のまんまでいいかなって感じやけど。どこ？あれか、橋。あれだわ、きっと。さてさて、行きましょう。この橋を渡った先？これ渡ったらもう吹雪出すのかな？
なるほど。でもとりあえず今は雨だね。あっこになんかおる。あ、また大木槌やん。どうも大木槌。ケムクエット？ケムクジャラなら。うい。僕は大木槌。修行中の大木槌だよ。僕たちは大木槌のゴワゴワした毛皮でも、この厳しい吹雪に与えられない。けど、こうやって毎日ここにいれば、いつかイエティさんみたいなモフモフの毛皮になれるかと思って。ん？で、なるの？なんか、体が順応してくれるってこと？君もこの吹雪を抜けたいなら、イエティさんみたいにならないとダメだよ。わかった。なるよ。いや、余計寒くなった。イエティ、イエティ。イエティになる。なったー。これでオッケー。こんな感じでいいんすかね。いいな、いいな、イエティさん。イエティさんの毛皮なら、この先の氷の塔にも行けちゃうね。でしょう。どこだい？あ、ここになんかあるけど。ふぅ。でもあれなんやね。画面はちょっと曇るんやね。よいしょ。イエティになったらちょっと動きが遅いしさ、このモンスターに変化した時点で、走ることができんのがちょっとあれよね。たまに傷というか、そういう感じ。どうも、何してんすか、ちょっと。なんた、この島はオッカムルって島だよな。うんうん、そうですね。やっぱそうだよな、おかしいな。どうした？何？オッカムルって島？オッカムルやったっけ、ここ。違うよ。うげげ、ここはムーンブルクだったぞ。俺、バニーを見にわざわざ来たのに。バニーを見るためとはいえ、今から別の島に行く気力はねえし、なんとかしてここでバニーが見てえな。人間、あんたなんとかならねえか？なんならあんたが変化してくれてもいいぞ。ああ、いいよ、別に。ちょっと待ってね。さっき一瞬バニーになったもんね。おじいちゃん。じゃあ早くバニーになってよ。全然なれないんだけど。てかあれなんやね。ロボットが人間のバニー姿に興味あるんやね。全然バニーにならんやん。ちゃんと、なんなんこれ順番とかないんやね。本当にすごいランダムなんや。おお、なれた。お、バニーになれたみたいだ。これであいつにバニーを見せてやろうぜ。お、リックはそういう感じなんやね。で、これが指導ってこと？かわいい。ほら、3人で来たよ。おお、これが、夢に見続けてくるバニーちゃんか。すごいな、最高だな。これも全てあんたのおかげだ。お礼にこいつをあげちゃうぞ。なんかめっちゃ水まきよるけど大丈夫？イカ土の石を2個手に入れた。ありがとう。バニー、いいな。いいな、バニー。これもバニー姿になりてえな。え、自分が？自分がなりたいの。なぜ？ちょ、待って、寒すぎる。から、またしてもちょっとイエティになりましょうか。ちょ、イエティになって、イエティに。くっ、全然なれねえ。イエ、あ、なったなった、イエティ。じゃあね、ちょ、扉とかあるんや。あ、一撃の玉。はい。これで雪山の小屋にワープできると。目的地は？目的地はどこだい？この上か？ちょっといまいちどこなのかが把握できてないんだけど。どれ？あれは塔ですか？あ、あっこか。これは橋ってことかな？お、ここっぽい、ここっぽい。え、なんかおるよ。え、なんかトロルじゃない？ほらほら、なんかおるって。え、これ戦わんといかんパターンのやつ？あ、話せるやん。どうも。おうおう、なんだ貴様らは、見回りか？最近は人間魔物に化けて我々のことを嗅ぎ回ってるらしい。貴様らもせいぜい注意しておけ。了解です。ま、貴様らのような家族は、雑魚は奴らに会ったらすぐにやられるだろうがな。ふん、貴様のような醜い魔物に言われたくない。いいからデーモン兵団の弱点を吐けよ。指導、余計なことを言うなよ。指導。そりゃあいつらの弱点は霊気だ。だから俺たちがあいつらの代わりに霊気を出すお宝を守ってやってるのだ。なるほど、あれを手に入れればいいわけだね。
ところで貴様、どうしてそんなことを聞く。あ、怪しいやつめ。貴様らに正体暴いてくれよ。おい、あれを持ってこい。あ、やっぱりラーの鏡が手に渡っとる。けけ。ほらー、あれはまさか、まずいぞ。ラーの鏡って誰に渡しとったっけ。え、ねえ、それを渡しとった相手が裏切り者ってことやろ。魔物の手に渡っとんやけん。ぬぐわ、貴様らは人間、よくも我らを騙したな。許さんぞ。ぶっ潰してやる。やめてください。いていてい。お、なんか背後から来そうな予感。あー痛い。え、眠った。やめてよ。いた。くやめて。ちょ、めっちゃ眠らされるんですけど。痛い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 。え、結構なダメージ受けたよ今。ちょっと違う違う違う。痛い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 。ドアップになってベイクドポテトを食べるっていうね。へい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 。まああと一発ぐらいじゃない。まだやった。てい。おっと。めっちゃガードするけど、そのガードの中に入っていく。ちょっと待って。薬草薬草。よいしょー。てい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 。あとお前だけか。どうや、いていていて。結構ダメージ受けるんですけど。怖いよー。イエイ。お、まだ。やっつけた。魔物の群れを倒した。やったね。イエイ。ちょろいやつらだぜ。そんなことなく最初からこうしていればよかったな。だが、あいつらが使ったのはラーの鏡だろ。どうしてあいつらが持ってるんだ。ラーの鏡はアネッサが保管していたはずだ。アネッサ、まさかとは思ったんだけど、これは僕の勘が当たってしまったみたいだ。あいな、城の中に紛れ込んでる敵のスパイはきっとアネッサだ。いやでもちょっとリック怪しいって何。あのラーの鏡が何よりの証拠だよ。彼女が敵に渡したに違いない。なんかこういうことをさ、え、でも彼女が信じられないみたいな、そういうのが一切なく、いや、アネッサがきっとスパイだよみたいな、なんか、なすれつけ寄る感が半端なくない。今回アネッサに代わり僕が来たのは、何か証拠をつかもうと思ったからなんだ。うん。怪しい、怪しい、怪しい。あゆな、まずはあそこの宝箱の中を確認しよう。うんうん。アネッサのこと、今は胸の中に留めておいてほしい。ひとまず僕に預からせてくれ。まあ、うん。ね、いいけど。あ、進めない。おお、なにこれなにこれ。千年氷の結晶を4個手に入れた。お、なんだそれ。それがデーモン兵団の弱点なのか。強い霊気を感じる。デーモン兵団の弱点が霊気なら、それを使えば何か作れるかもしれないね。あいな、君なら何か思いつくだろう。城に戻って魔法兵器を作るんだ。キャド系ってことか。今回は新たなレシピをひらめいた。キャドトラップ。魔物たちの侵入を氷の力で防ぐ兵器。スイッチに反応して近くの敵を凍りつかせる。さあ、ってことでこれを、あこれを持ち帰りましょうか。じゃあ、デーモン兵団の弱点を探ろう。はい、ただいまー。あ、おったおった。おお、よくぞ戻った。デーモン兵団弱点が分かったのじゃな。おお、ヘドトラップか。それでデーモン兵団の魔物どもを氷漬けにしようというのじゃな。設計図のハテナマークの部分はそれで一つ埋まりそうじゃが、起動するための仕掛けもいるのではないか。あ、またスイッチがいるってことか。以前お主が作った床スイッチはすぐ近くの兵器しか起動できる。ヘドトラップを遠くから起動できる便利な仕掛けがあるというそうじゃが、遠隔式。その様子、お主のことじゃ、何か思いつきそうじゃの。では設計図の場所にヒャロトラップのひらめいた仕掛けを置き、デジロン設計図を完成させてくれ。ひらめいた。お、ひらめいた。新たなレシピをひらめいた。リモコンスイッチ、地面に置くボタン、踏むと遠くの装置が動作する。色を変えられる。三角になった今度。リモコンスイッチの使い方。リモコンスイッチは離れた場所のトラップを作動させられる。スイッチの先にヒャロトラップを置こう。ふんふん、そういうことらしいわ。
さということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てことで次はヒャドか。すごいね、お城罠だらけやん。やばー。